Senior Developer Program Engineer from Google, Naoki Ishihara. I used to write letters, I used to sign my name, I used to sleep at night before the flashing lights settled deep in my brain. But by the time we met, the times had already changed. 皆さんおはようございます。助けが必要だというので日本出張に来てみればこんな罰ゲームみたいな役割が待ってたとはちょっと驚きですまあでもともかくデベロッパーで今年で4年目になりますけれども全部関わってきたものとしてまた日本に来てこのデベロッパーデーに貢献できること非常に嬉しく思っております。さて、今日私がお話しする内容ですけれども、まずそのお話前にこちらを見ていただきたいと思います。それはデブクイズ。皆さんこの会場にいらっしゃる皆さんはすでにご存知かと思いますけれども、このデベロッパーデーに参加するにはこのデブクイズという関門をくぐり抜けていただく必要があります。このデブクイズは私たち Google がもっと良いそのデベロッパーのカンファレンスのためのレジストレーションシステムがないかということで考え出したものです。より公平なシステム、そして、より多くのデベロッパーに参加してもらうにはどうしたらいいのか、そしてよりデベロッパーの方に楽しんでいただくにはどうしたらいいのかということを念頭に置いたものです。このデブクイズですけれども、今回は実施が2回目になるんですけれども、3つの枠を設けさせていただきました。1つ目の枠がスーパーハッカー枠。このスーパーハッカー枠は純粋なコーディング能力を見させていただくものです。そして2つ目の枠がトップフェイバリッツ枠。これは単にプログラムを書くだけではなくて皆さんが作ったアプリケーションがどれだけ多くの人に使われているか、そしてどれだけ高い評価を得ているかということを見させていただくものです。さらに皆さんがコミュニティの中でどれだけコントリビュートされているかという点も図らせていただきました。さらに、3つ目の枠がネクストジェネレーション枠というものです。こちらは、従来デベロッパーカンファレンスに来れなかった、来にくかったような方々にももう少し門戸を広げようとして、設けたものです。今回は、開催地であります東京や京都からどれぐらい時間のかかるところに住まれているか、そして、ジェンダーのバランス、さらに皆さんに書いていただいたエッセイの内容を加味して、単純ではないそういったウェイトをかけたくじを行わせていただいて、たものです。この、デブクイズですけれども、この、得点分布にありますよ。この得点分布はスーパーハッカー枠の得点分布になっております。最低得点がですね23点という、私たちが当初想定していたよりも高い得点分布になっています。この会場にいらっしゃる皆さんは何らかの形でこのデブクイズを突破されてきたわけで、皆さんがこのデブクイズに投入された時間、そして労力に大変な感謝と敬意を表します。皆さん本当にありがとうございます。さらに今回、このスーパーハッカー枠の中でトップスコアトップ20の成績を上げられた方、申し訳ないんですけど手を挙げていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。皆さんこのトップ20の素晴らしい成績を上げられた方に盛大な拍手をお願いします。そこでささやかではあるんですけれども、トップ20の成績を上げられた方には、こちら今回のデベロッパーデー用に作ったクロムジャケット、こちらの方をですねプレゼントしたいと思います。トップ20の成績を上げられた方はですね、この基調講演終了後、受付の方に行っていただければ、受付の方に行っていただいて、メールアドレスの方をお話しいただければ、こちらのジャケットを受け取れるようになっております。ぜひお受け取りください。さて、このデブクイズ、今回スーパーハッカー枠だけでなく、どうしてトップフェイバリッツ枠、それからネクストジェネレーション枠を設けたのかということに関して少しお話ししていきたいと思います。実は Google に入ったエンジニアが少し意外に思うことがあります。Google の中ではですね、実はコードを書くことはもちろん大事なんですけれども、コードを書くだけではなくて、そのコードをいかにレビューしてもらうかということが重視されます。どんなに素晴らしいコードを書いても、そのコードを同僚の誰にもレビューしてもらわなければ、それを正式なものとして製品に出すことは Google ではできません。ですので、コードの書き方、いかにきれいなコードを書くか、いかに分かりやすいコードを書くか、そしてコードだけではなくてですね、コメントもどれだけ分かりやすいものを書くかということについて、Google の中ではかなり厳しい基準があります。そして、そうすることによって、お互いのレビューを活性化させています。そして、そういったレビューを行うことで、自分の次の動きのために、次のプロジェクトのために新しい知識を得たり、あるいは自分の周囲にいるジュニアなエンジニアを育てるといった効果もあります。そこで皆さんにお勧めしたいのが、皆さんの周囲のコミュニティ、デベロッパーコミュニティの中で、ジュニアなエンジニアの方がいらっしゃったら、そういったジュニアなエンジニアの方々は次の世代を支える方々かもしれませんので、ぜひ彼らを育てるようなことを念頭に置いて活動してほしいということです。世の中にはデベロッパーコミュニティたくさんありますけれども、Google の周囲にもデベロッパーコミュニティたくさんあります。API に関するコミュニティがたくさんあります。そして、そういった API を横断的に扱う GTAG、Google テクノロジーユーザーグループといわゆるコミュニティがあります。こちらのグラフに現れていますのは、1年3ヶ月前に発足した東京 GTAG、それから京都 GTAG がどれぐらいのペースで成長しているかというものを表したものです。特にこの京都 GTAG はですね、単に参加人数だけではなくてですね、その活動の活発さにおいて、世界で最も活発な GTAG コミュニティの一つと言われています。そしてこの今回のデベロッパーデーでも、京都サテライト会場はその GTAG、京都 GTAG の方々によって運営されています。それではですね、せっかくですので、ここで京都会場の方を呼び出してみたいと思います。ビデオの方、つながりますでしょうか。ビデオの方、つながらないみたいですね。京都会場をですね、多くのボランティアの方が支えてくださっているんですけれども、それを東京会場でお話しするのは少し恐縮なんですけれども、今回京都会場限定のプレゼントということで、こういうものを用意しました。こちら、Google プライズウィナーと刺繍されたフリースです。こちら限定生産しておりまして、まだこれを持っている方は世の中に3人ぐらいしかいらっしゃらないと思います。でこれを、今回京都のサテライト会場を支えてくださった京都 GTAG の方に一着お送りしたいと思っております。京都の皆さん、本当にご参加ありがとうございます。さて、このデベロッパーデーの本会場でも、Google と、そして Google の周辺にあるデベロッパーコミュニティ、そして来場した皆さんが触れ合うためのさまざまなオポチュニティを用意してあります。皆さんすでにお気づきかもしれませんけれども、このデベロッパーデーは100人を超える Google、あるいは GTAG といったコミュニティの方々のボランティアで支えられています。皆さんが今朝通ってこられたレジトレーションデスク、その受付もボランティアによって運営されています。また、この基調講演でですね、スピーカーがですね、壇上に上るときにコールが鳴りますけれども、このコールもボランティアの声です。そして、会場の外ではですね、プログラムがその習字によって書かれていますけれども、この習字を書いたもボランティアの方々です。そういった非常に細かいところまでですね、ボランティアの方々によって運営されている Google デベロッパーで、どうしてそんなにたくさんのボランティアの方々を動員するかといいますと、それは少しでもその Google のカルチャー、そして Google の周辺にあるデベロッパーコミュニティのカルチャーを皆さんに感じていただきたいと思っているからです。他にもオフィスアワー、デベロッパーサンドボックスといったところで来場者の皆さん同士、あるいは来場者の方々と Google、そしてデベロッパーコミュニティの方々が直接対話できるようなスペースも用意しております。さらに今回、デベロッパーリンクという新しいシステムをご用意しました。デベロッパーというのはですね、オンラインのコミュニケーションは非常に活発だと言います。そのオンラインコミュニケーションの活発さをこのオフラインの場、この Google デベロッパーデーの場にも持ち込んでいただきたいと思って開発したのがこのデベロッパーリンクになります。このデベロッパーリンクにすでにご登録されている皆さん、印刷をされてですね、こういったバッジをお持ちになっているかと思います。このバッジにはですね、皆さんが普段お使いいただいているアイコンが表示されています。ですので、皆さん会場内をですね、歩かれて、あのアイコン見たことある。自分が普段リプライやコミュニケーションしている人だと思ったらですね、少し勇気を出してぜひ話しかけていただきたいと思います。そうやって来場者の方同士、あるいは来場者の方と Google、そしてデベロッパーコミュニティの方々と対話をして、そしてインスパイアして、さらに次のレベルに上がることを私たちは強く望んでいます。さらに、その従来デベロッパーにはなかなかなってくれなかったような層の人たち、そういった方々を取り込むためのコミュニティを Google はサポートしたいと思っています。例えば今月、女性限定ハッカーソンというものを開催しておりますけれども、今後も GTAG が女性限定ハッカーソンを開催するのであれば、そういったものをサポートしていきたいと思っておりますし、今日パネルディスカッションでありますように、プライベートと仕事をもっと両立させたいと思うような方々も今後デベロッパーの層にどんどん入ってきていただきたい、そしてそういったコミュニティ活動をサポートしていきたいと思っています。そして未来のことで言えば、非常に大事なことがあります。それは Google デベロッパーデーの未来に関することです。ぜひ皆さんですね、今日デベロッパーデーをご覧になっていただいて、良かったところ、悪かったところ、気づいたところをこのアンケートにお答えいただきたいと思っています。アンケートにお答えいただいた方にはですね、漏れなくこちらのGoogle デベロッパーデー特製 T シャツ、こちらの方を差し上げたいと思っています。また、さらに、抽選で限定という形になるんですけれども、こちらの Android のぬいぐるみ、それから先ほどもご紹介したこのクロムジャケットも、限定で抽選で差し上げたいと思っています。さて、今日基調講演が終わった後はですね、すぐにランチセッションが3つの会場で行われます。そしてそのランチセッションを皮切りに合計で22のセッションが行われます。そして通常のセッション終了後はですね、イブニングアクティビティが東京 GTAG の主催で開催されます。皆さん、今日長丁場になりますけれども、自分のコーディングスキルをいかに上昇させるかだけではなく、自分が作ったコード、アプリケーション、プログラムをどうやったら他の人に高く評価してもらえるのか、どうやったら分かりやすくなるのか、あるいは次世代を育てるにはどうやったらいいのか、そういうことを念頭に置いて、ぜひこの Google デベロッパーデーを楽しんでいただきたいと思っています。本日はご来場誠にありがとうございました。以上で基調講演を終わります。